皆さんこんばんは。すみません、気休みじゃなかったですただすごくトラフィックだったのでちょっと遅くなりました。すみません。じゃあ今日は4回目の日本語でピラティス。私の名前はナタリア・カラサワです。これはナタカラピラティススタジオです。これからちょっと優しいの動きを教えたいですね。なんか時期が変わるとやっぱり気分が変わるじゃないですか。その気分が変わるとやっぱりちょっとイララになるじゃないですか。それでちょっと落ち着くのように動きですよね。なんか私はなんか深呼吸の動きやっぱりとちょっと顔になんかあるの動きですよね。自分の指は使いますよね。全部の指は使いますよ。それでなんかピールみたいですよね。一番柔らかいところ、はい。それでできるだけ顔に一番下に乗せてください。息を吸って吐きながら下に落ちるんですよね、はい。それでできるだけは自分のは顔を使わないでください。自分の手指を使ってください。左右は動かしてください。こんばんはそう、この風にですよね。それでその動きはちょっと首とかはちょっとなんか優しくなんかストレスが、うん、なんか出せるですよね。落ちて出せるですよ、はい。どうぞ、もう一度どうぞ息を吸って吐きながら、おかしい動きですよねけどすごく効くもう一度どうぞ息を吸って、そう、もう一度どうぞ、うん、吐いてみてください。そう、あと大体は1分ぐらいできればやってみましょう。けど今とじゃなくてなんか明日朝一番はやりやすいですよね。息を吸ってどうぞ。そう、もうちょっと、最後、そう、ああそれすごく気持ちいいですよね。それで私はなんか話しやすくなりました。その動きだけじゃなくて耳の動きもしましょうですよね。耳は上に後ろ下押してみてください。もう一度どうぞ、上に後ろ下、もう一度どうぞ、上に後ろ下、最後どうぞ、上に後ろ下。あとこのマッサージみたいなのがやってみてください。それ大体なんかウォームアップになりますよね、ちょっとずつ。そう、どうぞ、はい。それで中に入るですよね、耳は。今マスクみんなとなんかかぶってるですよね。顔かぶってなんかマスクはなんかすごく耳痛くなるじゃないですか。それはその痛みは出すためにはこの動きしてみましょう。それで指は耳中に入って、なんか穴のところじゃなくてもうちょっと口ですよね。 それで回るですよね、周りに。深呼吸どうぞ、吐いて、もうちょっとどうぞ、吐いて。私の耳音出してる、これは普通みたい気にしないでください。なんか続いてください。一番大事、続けること。もう一度どうぞ、はい。反対側に行きましょう。 and 吐いて、もうちょっと and 吐いて、もうちょっとどうぞand 吐いて、最後どうぞ and 吐いて。そう、気持ちどうですか。私はすごく聞きやすくなりましたそう、それで髪の毛できるだけ髪の毛引っ張って上に伸ばせる、後ろ下、もうちょっとどうぞ、上後ろ下、すごく気持ちよくなっちゃう。上、もうちょっと上、後ろ and 下、もうちょっと上、横、下、OK。それで頭下、後ろ、左、右、右、左、できるだけ優しく優しく動いてみてください。もう一度前、後ろ、右、左、左、右、月のようにどうぞ、前、後ろ、右、左。そう、それでこの筋肉、なんか三角の筋肉見ますか。この三角の形見ますか。三角形の見たらこの筋肉ですよね。耳下、このサクラムと、なんか日本語で
覚えてないけど、英語でサクロンですよね。ここでなんか続いてる。それを捕まえてみてください。マッサージしましょう。そう、これはメディリーヌ・ブラックのなんかからもらったのなんか動きと言わないけど、なんかストレスは出せるように動きかな。そう、変色けど、どうぞ。もうちょっと上から下、あともうちょっと下、最後どうぞ。上にいて下に行くこと。はい、上に見つかったら、なんか捕まえたら、この2つの指、鼻そのまままっすぐですよね。それは手は左、鼻は右。そう、もう一度ですよ。下に行きましょう。息を吸って、手は左、鼻は右。もうちょっとどうぞ。息を吸って、手を左、鼻を右。最後どうぞ。吐いて、もう一度やってみましょう。今見ると、私の指は、指じゃなくて肩は全然違ってるですよね。左と右は全然違ってると思いますよ。見えると思いますよですよね。けど後でバランス取る。 OK、 もう一度どうぞ。息を吸って吐きながら、鼻を右、手は左。もうちょっとどうぞ。息を吸って、鼻を右、手は左。もうちょっとどうぞ。息を吸って、鼻を右、指は左。最後どうぞ。息を吸って、鼻を右、手は左。すごい気持ちいいここですよね。私もなんか口は離してる。ここ離してないみたいじゃあ反対側行きましょう。このなんか三角この形の筋肉を見つかったら、ちょっとはマッサージさせるですよね。ウォームアップみたい、英語ですみませんそう、温めるみたい。そう、目に行ったらこの筋肉捕まえてください。息を吸って、鼻は左、手は右。もうちょっと下に行きましょう。息を吸って、鼻を左、手は右。もう一度どうぞ。息を吸って、鼻を左、手を右。そう、もう一度どうぞ。息を吸って、鼻を左、手を右。もう一度最初から見てみましょう。やってみましょう。息を吸って、吐きながらどうぞ。私たまに何も説明しない方がいいね。もう一度どうぞ。最後、そう、今見ると大体は同じようになりました。 OK、 これはやってみて、もう一度頭は下、頭は後ろ、頭左、頭右、動き変わりましたかどうか教えてください。はい、それでもうちょっとウォームアップしましょう。 OK、自分の手はちょっと触ってみましょう。これはエリック・フランクリンの動きですよね。私エリック・フランクリンのファンです。それでただはそう、この形触ってみましょう。そう、それでトントン始まる。体に、手に、そう、お腹に、骨に、後ろをね、はい、けど今は背中ちょっと温めたいので、ちょっと触ってみてください。この形ですよね。下と上、そう、自分の手はもうちょっと下、上、もうちょっとどうぞ。下、上、下、上。今はその自分の指は自分の指グッとして、自分の 手使いましょう。この形でタン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 、そう、骨盤前巻いて後ろに行きましょう。もうちょっとどうぞ。骨盤前巻いて後ろに行きましょう。もうちょっと、それは本当にもうちょっと前、後ろ、もうちょっとどうぞ。前、後ろ、最後どうぞ。前、後ろ、今左右行きましょう。左、右、もうちょっとどうぞ。左、右、もうちょっと左、右、最後、左、右。どうなりましたか？温まった？私はすごく下の背中はすごく温まった。今できるだけもっと元気になるこの形ですよね。なんか何でもはなんか抱えてないで、ただなんか子供っぽいみたいな、なんかあちこち足とか手とかすごく元気になるのように。そう、もうちょっとどうぞ。吐く、もうちょっとどうぞ。吐いて、もうちょっと吐いて、最後
はい、で、ふう、全身の体温まった、元気になりましたですよね。そう、その時期一番いい動き、優しく誰もとできる動き。OK、今はローダウンします。息を吸って吐きながらローダウン。胸を見て、お腹を見て、下に行きましょう。下に行ったら息を吸って吐きながらお腹を背骨にプッシュ、上にどんどんどん上がってみて、どんどん、ふう、もう一度どうぞ。息を吸って鼻を胸を見てお腹を見て下に行きますよ。下に行くときに息を吸って吐きながらもうちょっと上、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 ちゃんと聞こえますか？私ちょっとマイクはちょっと今ないけど、このどうぞもう一度どうぞやってみましょう。息を吸って吐きながらローダウン。そう、息を吸って吐きながらアップ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 。 OK、 私今日また準備したんですね。できるだけは膝は巻いてマットに乗せてください。ちょっと小さなストレッチ やりたいですね。息を吸ってただ右の足横になるですよね。それで手が本当に広く開いてください。息を吸って吐きながら右の足を去ってみましょう。それで自分のは足親指と膝と同じのラインに乗せてください。はい、どうぞもう一度どうぞ。息を吸って吐きながらどうぞ。はい、とふう、そう、もう一度どうぞ。息を吸って吐いて吐きながら、はい、最後どうぞ。息を吸って吐いて、それでちょっとキープですよね。休みではなくてどんどん脳の中体を伸ばしている。どうぞこの肋骨は遠くに開いて骨盤マットに乗せて、ここのお腹の中に本当に間開くみたいですよね。はい、どうぞ息を吸って吐いて、もうちょっと吐いて、どんどんストレッチなるんですよね。伸びる体、はい、今ちょっとはこの手は下に置いといて、肩前、手を前、自分の足触る、手を前に行って開くですよね。それで肩前あと出ていくですよね。はい、外どうぞ、手を外、広いで、最後どうぞ前、前、下ですよね。今、両足はマットに乗せてみてください。なんか無理はできな、なんかしないでください。今、優しく優しく、ちょっと体伸ばしてください。息を吸ってどうぞ、吐いて、もうちょっと、吐きましょう。どうぞ、もうちょっと吐いて、上手、もうちょっと吐いて、最後、両手が前、ちょっと後ろ、1、2、3、上に行きましょう。行きましょう、行きましょう、OK、戻ってください。はい、どうですか、左右。私すぐ変わりました。この風になっちゃったみたいな体の中に。OK、反対側にしましょう。じゃあ私ちょっとこっちに移動した方がいいですね。OK、じゃあ左の足伸ばして遠くに伸ばしてください。はい、両手を遠くに開きましょう。息を吸って吐きながら、そう。スタートポジション、もう一度息を吸って、なんか左の足すごい左の手でなんか触りたくない、なんか触りたい気持ちになってください。もうちょっと息を吸って吐きながらどうぞ触ってみてください。あと最後どうぞ息を吸って吐きながら触るんですよね。今はそのままキープ。息を吸ってこの手もうちょっと天井に伸ばしてください。そう、骨盤は下に置いておく。この骨盤が的に乗せる、肋骨は上に行けるんですね。骨盤下、肋骨上、そのまま深呼吸どうぞ。吐いて、もうちょっとどうぞ。吐いて、最後どうぞ。吐いて、OK、もうちょっと下に乗せてください。この右の手、肩は前、手は後で行くですよね。そう、同じの手、同じところに触ってみてください。もうちょっと右の手開くですよね。そう、戻るときにどうぞ、肩を前、手を前、そう、同じところ足に乗せるですよね。もう一度開く、手を開く、開く、開き、開く、もう一度どうぞ、息を吸って吐きながら肩、手は下に行くですよね。
そのまま木、それで両手はマットに乗せてください。マットに乗せたらすごくストレッチ伸びますよですよね。なんかおかしいみたいなところは伸びるですよね。これはすごくいい。息を吸って吐いて、もうちょっとどうぞ。吐いて、もうちょっとどうぞ。ハープサイクどうぞ。両手は前に、あ、後ろに行くみたいですよね。万歳みたいな形。吐いてどうぞ。最後どうぞ吐いて、上に行く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 。オッケー、そう、戻ってください。そう、どうですか、体の中で何が起きたですか。そう、私はなんか大体はバランス取りました。左と右の体大体はバランス取りました。ここはすごい、下の背中はすごく伸びて、骨盤の中伸びたと足やっぱりは伸びました。今はとっても体が温めたですよ。 とっても体は温かくなりました。 OK、 じゃあ次は行きましょう。本当には足と一緒働きたいですよ。それでできるだけは靴下は脱いでください。靴下は脱ぐと、なんか私たちは自分の指がなんか触れるんですよね。自分の手で温かさくるから、やっぱりは自分の足指はなんか、感じやすくなりますから、靴下はあまりはなんか脱いだ方がいい。今けど寒いね、けど頑張りましたね。それで親指見つかったらなんか見えるかどうか、次の指はこのなんか形でマッサージするみたい。深呼吸どうぞ。吐いて、それは何のためにすると、自分の足の裏、自分の足感じやすくなるためにです。OK、 次に行きましょう。指はそう、もうちょっとどうぞ。それは自分の足は感じると、私のお客さんはなんか肩こりがなくなるみたい、なんかすごく歓喜があるみたい。なんか足の裏、足の指と肩こりがすごく歓喜があるみたいですよね。 OK、 反対側続きですよね。それで左から右に行きましょう。深呼吸どうぞ。そう、もうちょっとどうぞ。あともうちょっと。 OK、 それで左の足右に乗せて、右に乗せたらこの親指に使って、親指はなんかすごい丸丸してください。 OK、 回せるですよね。反対側どうぞ。反対側どうぞ。回して回して、そう、OK、 それでは右の手、なんかこの一番左の足の指始まるところ入っちゃうんですよ。ちょっと不便かもしれない。あとはちょっとマッサージするこの形ですね。と伸ばしてみてください。もう一度どうぞ。入るですね。ちょっと伸ばす、マッサージしてみてください。深呼吸、伸ばしてる。最後どうぞ。もう一度どうぞ。息を吸って吐きながらマッサージして。 OK、 もうな、まあ、OK、 伸ばして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  OK。 今はできるだけはこのなんか私たちこの間話したじゃないですか、このお母さんみたい、これコードみたい。それでは左の手はお母さんに乗せて、右の手子供に乗せて、それで自分のなんか回ってみてください。全身の足ですよね。それは手は変わって下に行くですね。こんにちは。息を吸って吐きながら反対側。もうちょっとどうぞ。そう、もうちょっとどうぞ。吐いて、最後どうぞ。吐いて。OK、 私の足はなんかつま先とかかと全然違うの動きですよね。なんか反対側に働くこのぐらいですよね。今はかかと見つかったら、右の手は目に上げてみてください。下に上げてみてください。もう一度どうぞ上。深呼吸どうぞ。吐いて。吐いて。足はなんかすごい、足と手はすごく似ている、私にとってですよね。それでなんか
足は一番、足と手は一番いっぱい骨と筋肉が持ってるんですね。それでなんか細胞するときに一番時間かかるの手と足。そう、時間に時間ぐらい吐いてる。そう、もうちょっとぞ吐いて、上、OK。それで左の手は右のところ行って、あ、右の手はかかとに乗せて吐きながらどうぞ吐いて。そう、バラバラの動き、つま先下かかと上、つま先上かかと下、すごいバラバラな動きやってみてください。もうちょっとどうぞ吐いて、もうちょっと吐いて、最後ね吐いて、 OK。 ちょっと上に伸ばして、すごい、そう立ってみてください。やっぱりここのもう脱いだ方がいい、寒くても脱ぎましょうね。スタジオ暖かいけどどうですか。私のこの足は本当に伸びたみたいと広くなりました。ここであと感じやすいですよね。膝にも関係がある、骨盤にも関係がある、なんか全身の体にも関係がある。やってみてください、すごく気持ちいい。じゃあ反対側に行きましょう。 OK、 自分の足見つかったら OK、 こうですよね、フレックスですよ。親指見つかったら左右この形、どうぞ深呼吸、吐いて、もうちょっと、吐いて、上手、もうちょっと、吐きましょう。次どうぞ、吐く、どうぞ、吐いて、次の指、順番があるね深呼吸どうぞ、はい、吐いて、次はどうぞ、深呼吸、吐く、 OK、 もうちょっとどうぞ、吐く。反対側に行きましょうですね。今右から左、どうぞ深呼吸、もうちょっと、私の指もすごいみんな違ってるよ最後どうぞ息吸って、はい、 OK。 左の足伸ばして右の足クロース、膝の上にですね、親指見つかったら回してみてください。回る回る回る、 OK。もし痛みが出たら優しくしてみてください。ああいう込めて動きましょうね。反対側どうぞ、息を吸って吐きながら、そう反対側、もうちょっとどうぞ、吐いて、もうちょっと、吐いて、最後、吐いて、 OK。 今は左の手、左の指はなんか右の足一番なんか始まる、指は始まるのところはなんか吐いてみてください。おい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 、 OK。 それでマッサージしてる、マッサージして吐きながら伸ばす、伸ばして自分の指を伸ばして、気持ちいいですよね。最初からここ入れるとやっぱり入りにくいですよね、けどだんだん変わりますよ。もうちょっとマッサージしてみてください。マッサージしたらもうちょっと伸ばして、伸ばして遠くに伸ばしましょう。もう一度どうぞ、頑張りましょうね。吐きながら遠くに伸ばしたですよね。今もう一度吐いてみてください。あ、なんか全身の足は、全身の足じゃなくて、あ、足首あとですよね回してください。足首は右の手でちょっとキッ、そう、反対側だぞ、反対側、反対側、反対側、 OK。 それで伸ばしましょう。それはお、なんかお母さんの骨ですよね。これは子供の骨ですよね。ちっちゃい、大きい。それで右の手はお母さんに乗せて、左の手は子供に乗せる。それで天井に行けるですよね。床に行けよ。手は変わって床に行ける。もうちょっと天井にどうぞ。はい。もうちょっと床にどうぞ。もうちょっとどうぞ。上。そう。下。もうちょっとどうぞ。上。下、OK。 それでかかとのところ行きましょう。かかとを見つかったら上に乗せてください。下に乗せる。もうちょっとどうぞ、息を吸って吐いて上。下、もうちょっとどうぞ上に行きましょう。あと下、もうちょっと上。あと下、OK。 それは右の手はやっぱりはつま先に乗せて、左の手を下。ですね、バラバラの動き、つま先上、かかと下、かかと上、つま先下、
もう一度どうぞ。つま先上かかと下、かかと上、つま先下。もう一度つま先上かかと下、かかと上、つま先下。最後つま先上かかと下、かかと上、つま先下。 OK、 両手は床に乗せてみてください。どうでしたか？私すごい気持ちいい。やっぱりは自分の足は感じるといいね。 OK、 じゃあ続きましょう。足も温まったし、全身の体もちょっと温まったし、もうちょっと深いの動きしましょう。やっぱり両手前ですよね。下の背中はちょっとは動きさせるんですよね。はーい、で、はい、そうだ。もうちょっと右の手は上、どうぞ。吐いて、吐くときに両手は開く、なんか遠くに伸ばすんですね。戻ってください。もうちょっとどうぞ。吐いて、背中の後ろ行く。でも働いてる。どうぞ、もう一度吐いて。うん、戻って。もうちょっとどうぞ。吐いて、吐いて、吐いて、吐いて。戻って。最後どうぞ。行きましょう、右と左。戻ってください。私も遅くなりました。反対側どうぞ。息を吸って吐きながら遠くに伸ばして、この手、右の手、左の手、天井戻ってください。もう一度どうぞ。吐いて、吸って、どうぞ。もう一度、吐いて、吸って、吐いて。ふう、吐くときに手はもっと伸ばせるですよね。吸っては手は体の中に戻るみたいですよね。もう一度吐いて、遠くにいて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 戻ってください。最後どうぞ、遠くに行きましょう、行きましょう、行きましょう。戻ってください。両手前、息を吸って吐きながら後ろに行きましょう。ちょっとだけ後ろにいた、はい、息を吸って吐きながら上に、天井、天井、天井。おー、遠くに伸ばして、すごいなんか骨盤はなんかすごい手のところ出ちゃうみたいな、その気持ちになるといいね。手前、背中後ろ、息を吸って吐きながら、もうちょっと天井に上に行きましょう。もう一度どうぞ。息を吸って吐きながら下、そのままき、両手は開いて閉じるですよね。もうちょっとできるお腹き、お腹下に行けるですよね。背骨の中、もうちょっとどうぞ。息を吸って、吐いて、もうちょっとどうぞ。吐いて、上手、もうちょっと。吐いて、あと2回、吐く、あと最後息を吸って上に行きましょう。上に行って天井に登る、両手天井、息を吸って吐きながら下に行きますですよね。下に行くときにやっぱりは左の右の手はなんかテーブルと、はい、下、もうちょっと吐いて、下、上手、もうちょっとあと2回、吐く、最後どうぞ。吐いて、下、下にいたら全身の体見に行きましょう。もうちょっと両手天井に乗せる、息を吸って吐きながら下に行ける。下にいたらやっぱり左の足をテーブルとどうぞ。吐いて、下、もうちょっと吐いて、下、もうちょっとどうぞ。吐いて、下、最後は吐いて、下、息を吸って吐きながら上に行きましょう。上にいたら両手天井に乗せてください。息を吸って吐きながら下に、下に、下に行きますよ。全身の体ちょっと下に行けるんですよね。ちょっと下に行ける。 OK、 両かかとアップ、もうちょっとどうぞ。吐いて、かかとだけを動かさせてください。もうちょっとどうぞ。吐いて、つま先だけアップ、つま先を動かせる、できるだけ指輪を動かさないでください。どうぞ。吐いて、上、下、反対側、かかとつま先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 、もうちょっとかかとつま先、かかとつま先、もうちょっとどうぞ。つま先、かかとつま先、今かかととつま先に一緒に乗せてください。今左の足は遠くに伸ばしましょう。戻って、もうちょっとどうぞ。左の足遠くに伸ばしましょうですよね。戻ってみてください。最後どうぞ。戻ったときに骨盤の中に中を乗せるですよね。中に入る、それでスタートポジションに戻りますよ。もう一度どうぞ。横に手を、足を伸ばして回って戻るですよね。最後どうぞ。
どこにいて中に入る。スタートポジションに戻る。今は右の足どうぞ引き寄せて吐きながらと遠く戻る。もうちょっとだよ。どうぞ右の足は遠くに、はい、戻る。できるだけ力かからないでください。できるだけお腹から押すですよね。そう、お腹の中に入るですよ。行きましょう。動きちょっと変わりますよ。前に行って骨盤の中に入る。戻る。開く。もう一度前に行く。中に入って上に行く。開く。もうちょっと前に行って中に入る。戻る。開く。そう、それでトン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 やってみてください。もうちょっとどうぞ。吸って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 吐いて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 、もうちょっと、もうちょっと、あともうちょっと、最後 OK。 じゃあパラレルに戻りましょう。お座骨カバー、それで骨盤を巻きましょう。骨盤巻いてスタートポジションに行きましょう。もう一度どうぞ。骨盤が巻いて中に行こう。スタートポジションに戻りましょう。どうぞもう一度息を吸って巻いて、はい、戻ってください。はい、もうちょっとどうぞ吐いて戻りましょう。最後どうぞ息を吸って巻いて中に入る。ちょっと天井に行きましょう。ゆっくりゆっくりゆっくり息を吸って吐きながら、お骨を乗せて、下の背中を乗せて、骨盤に乗せる順番ですよね。この間と同じのように、どうぞ、もう一度、吐きながら、そのまま吐き、今できるだけ、両方の骨盤はちょっと左に行きましょう。1、2、吐いて、3、4、5、6、7、8、反対側どうぞ、1、2、3、4、5、6、7、8、そのままキープ。息を吸ってゆっくりゆっくりした肋骨を乗せる。下の背中は骨盤、あ、全部遠くに乗せるんですよね。もう一度どうぞ息を吸って上に行きましょう。向こうは上にいたら吐きながら下に行きますよね。もう一度どうぞ息を吸って吐きながら上に行きましょう。上手、息を吸って吐きながら下に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  OK。 両手天井に、横に開くですよね。両足を閉じてみてください。それで左のところを、そう、行きましょう。左と右、優しく動かせてください。そう、気持ちいく優しく愛を込めて動かせてください。ストレスなしでですよね。ストレスはいつも毎日あちこち出てくるですよね。ここはストレスなしですごく優しくですよね。私は左にいて、右の足は遠くに伸ばして、遠くに伸ばして OK。 下に行けるですよね。それで戻る。反対側どうぞ行きましょう。遠くに、こんばんは。上の足は遠くに伸ばして、ちょっと上、下に行きましょう。そのまま戻るんですよね。もうちょっとどうぞ左のところ行きましょう。上に伸ばして、もうちょっと上に伸ばしたら下に行くこと OK。 円戻して、反対側どうぞ息を吸って、遠くに伸ばして、もうちょっと上に上がったら下に行けるですよね。円戻って、はい、息を吸って吐きながら両手に、手はワンザイ、チェストリフトまで行きましょう。はい、そう、ゆっくりゆっくり手を後ろに、両指を組んで、両手組んで、頭の後ろセットですよね。チェストリフトから始まります。息を吸って吐きながら上に行ってください。できるだけ骨だけ抱えてみてください。ちょっと足を開きましょう。ちょっとぐらいですよね、バランスのために。それで後ろを行きましょう。もう一度どうぞ息を吸って吐きながら上に行きましょう。骨盤どんどん上に行くですよね。もうこれだけ引っ張るみたい。できるだけ筋肉を抱えてないでください。私は筋肉を抱えてると難しくなりますよね。骨の方がもっと分かりやすい。吐きながらもう一度上に行きましょう。
あと2回どうぞ息を吸って吐きながら上。もうちょっとどうぞ息を吸って上。あともうちょっと。最後、一番最後息を吸って吐きながらどうぞ両手を前に出して自分の足につか、なんか捕まえて膝の下上に行きましょう。OK。それで上にいたときにできるだけなんか左の足上に上げてみてください。こんばんは。両手は前。なんか背骨は丸くしてください。息を吸って吐きながらゆっくりゆっくり後ろに行って、それで左の車曲がって上に行きましょう。できるだけ優しくしてくださいね。もう一度息を吸って遠くに伸ばして吐きながら下に行くですね。下にいたら左のところどうぞゆっくり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 、なんかもしお力足りなかったら手を使っても大丈夫ですよ。息を吸って反対側、なんか自分の足に使ったら捕まったら上に行きましょう。そう、それもし力ない時に息を吸って反対側をどうぞ、反対側をどうぞ吐きながら下に行くですよね。右のところも曲がって上に行く。それで上に行くときにやっぱり足すごく遠くに伸ばしてみてください。どうぞもう一度息を吸って吐きながら下に行くですよね。右のところ曲がって上に行くこと。もしも下が力がなかったら自分の手と足使いましょう。吐きながら下、膝を曲げて捕まえて上に行くこと。もうちょっとどうぞ息を吸って吐きながら下、曲げて膝を曲げて捕まえて上に行くこと。 OK。 両足を下に乗せて息を吸って吐きながらどんどん前に自分の体を乗せてください。 OK。 息を吸って万歳、回って元で回って、おっ私の靴下下につくずばんのところ、もう一度万歳、息を吸って吐きながら丸丸丸丸骨盤のところ、もう一度どうぞ息を吸って、吐いて最後どうぞ息を吸って、吐いて両手は万歳、両足はテーブルとハンドレイプレー、どうぞ息を吸って吐きながら上に行きましょう。できるだけ手を遠くに伸ばしてですね、ゆっくりゆっくり頭のところを後ろに行きましょう。どうぞ息を吸って吐きながら、さあ遠くに伸ばして、伸ばしてなかったら楽しく動きましょう。息を吸って吐きながらアップ、後ろ下、息を吸って吐きながらアップ。じゃあもう一度あと2回どうぞ、吐きながらアップ。さあ後ろ、もうちょっとどうぞ、はい。私この耳いつもなんか耳マイクはいつも耳から出てくるんですよね。吐きながらどうぞ。さああと2回どうぞ。最後両足はマットに乗せて、あもうちょっとできるお腹吐き、はい。でそうもうちょっとどうぞ。あと2回どうぞ。そう。アップサイドどうぞ。息を吸って。はい。息を吸って中にマットに乗せて。かかとも乗せて。体も下。そう。今は反対側に行きましょう。今は万歳回る。中床で回る回るしてみてください。両手天井にマットに乗せる。もう一度どうぞ。息を吸って。気持ちよく気持ちよく吐いて、もうちょっとどうぞ息を吸って横に、吐くかとした、もうちょっとどうぞ息を吸って、吐いて、これからハンドレッドやってみましょう。どうぞ息を吸って吐きながらアップですね。右の足は遠くに伸ばして上に行けることですよね。できるだけここをこれだけで覚えてみましょう。この足は1234、1234、それは吸ってるところですよね。どうぞ吸って3回、吐いて3回どうぞ、
方。首は痛くなったら自分の手なんか使ってください。反対側になんか足は右の足伸ばせるですよね。左の手は動かせる。もしは首は痛くなったら右の手は使ってみてくださいけど動きは続きましょうですよ。もう一度どうぞ。最後息を吸って戻ってみてください。足戻って体も戻す、手も戻す。なんか今の体の形ちょっとおかしくなったんですよね。ちょっとやってみましょう。もう一度どうぞ。もう一度万歳、両手万歳。やっぱり私の左からだと右の体全然違って、吐きながら上に天井に行きましょう。右の手は特に伸ばして左の手を後ろですよね。頭に助ける。あ、それで足を伸ばして左の足どうぞ。息を吸ってどうぞ。1、2、3、1、2、3。もうちょっと吐くとちょっと2回。それで足をそのまま乗せて手乗せる、頭を乗せる、マットに、はい、スタートポジションに戻るですよね。今は3回だけ本当のハンドリッドはやってみましょう。両手は万歳、足は伸ばして、息を吸ってチェストリフト、吐きながら両足はアップ。3回しましょう。1、2、3、1、2、3。最後おー、両足組んで膝を組んで抱きしめてそのまま寝ること。左と右曲がってみてください。左と右曲がっているとやっぱり自分の左の中体どうなってる、右の体どうなってる。そう、もうちょっとどうぞ。息を吸って吐いてどうぞ。吐いてもうちょっとどうぞ。吐いて最後息を吸って吐いて。そう、そのままお願いします。右の足は乗せてどこに伸ばしている。私いつも右の体使いやすい、使いすぎている。私も右書きですよね、書く、右手で書くとか、私左のところ始まる。それでもしは右じゃなくて左で書く人は右から始めてもいいですよ。息を吸ってできるだけ膝そのままここなんかテーブルトップじゃなくて柔らかく置いといてください。それで自分のなんか膝は骨盤の中に感じてみてください。それでその動き始まるんですよね。吐きながらどうぞ吐いて、もうちょっと吐いて、両手は T ポジション、どうぞ吐いて、もうちょっと吐いて、吐いて、そう、吐いて、吐いて、手を動きたい時にどうぞ吐いて、それはすごく頭扱える。どうぞ、吐いて、反対側どうぞ吐きましょう。吐いてどうぞ、吐きましょう。もうちょっとどうぞ、吐いて。あと2回、吐いて。最後どうぞ、吐いて。OK。その左の足そのまま床に乗せて、遠くに伸ばすんですよね。OK。反対側どうぞ。右の足は見つかったら上に上げて、テーブルトップではなくて、お腹使いたくないから、それはすごいそのままトローンと置いといてください。自分の膝、骨盤の中に感じてみてください。それは中に入るんですよね。回ってみてください。吐いて。どうぞ、もうちょっと吐いて。この左の足を遠くに伸ばしてみてください。どうぞ。吐きましょう。吐いて。吐いて。もうちょっとどうぞ。最後。反対側どうぞ。吐きましょう。吐いて。もうちょっと。もうちょっとどうぞ。最後それでこの足そのままマットに乗せて前に行きましょう。両手万歳、前に行って
前に上に上がられている時に両足ちょっとなんかクロスにして、なんかトルコポジションみたい、みんなそう言っているんですよね。なんかメディテーションのポジション、それで両手は前に行きましょう。それで深呼吸どうぞ。もうちょっと、もうちょっとどうぞ。すごくいいストレッチ。もうちょっと、最後それでゆっくり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 自分の体が上に上がってください。気持ちどうですか？気持ちよく動かせたか？ OK、 じゃあ今は横になってください。自分の体は横になりましょう。やっぱりサイドやらないといけないですよね。サイドするときにやっぱり私はこっちに行きますよ。私はこの方が分かりやすいかな。できるだけこのサイドはこうならないように、プローンとかね、寂しい。それはキープしてみてください。そう、それ上の足はちょっと上、かかとの乗せて、つま先、下もうちょっとどうぞ。上、かかと、つま先、下もうちょっとどうぞ。私上にいた方がいいかな。 OK、 アップ、かかと、つま先、下もうちょっと、アップ、つま先、下もうちょっとどうぞ。吐いて、もうちょっとどうぞ。吐いて、よかった。両足はちょっと上げてみてください。それでシーザーみたいにするんですよね、ハサミ。後ろと前、吐いて、もうちょっとどうぞ。吐いて、上手。吐いて、吐くこと。それで足を伸ばしてみて、遠くに伸ばしてください。それでここをすごくウエストライン綺麗になる、なんか作れるんですよ。もうちょっとどうぞ。吐いて、どうぞ。ゆらゆらしないでください。そのままキープ。もうちょっと、うん、ストップ。そのまま両足上に入って、そう、入って、もうちょっと、すごくここを感じるんですよね。もうちょっと入って、吐いて、吐いて、吐いて、 OK。 反対側どうぞ。反対側に行きました。それでキープですよね。この形こういかないように上に伸ばせるんですよね。ハート、ありがとう。 OK、上に行ったら上の足は上、かかと、つま先、下もうちょっと、上、かかと、つま先、下もうちょっと。この自分の足はコーズから始まる感じてみてください。もうちょっと上、かかと、つま先、下もうちょっと、上、かかと、つま先、下。あと2回どうぞ。もうちょっと深呼吸どうぞ。両足同時にちょっと上に上げてください。なんかハサミ行きましょう。吐いてどうぞ。吐く、もうちょっと吐く、もうちょっとどうぞ。吐いて、もうちょっと、吐いて、もうちょっと、吐く、上手、ちょっとどうぞ。もうちょっと上手、もうちょっとどうぞ。吐いて、最後どうぞ。そのままキープ。両足上に天井に乗せて、1に、わあ、すっごく効く。さあ、もうちょっとどうぞ。4、5、6、6、7、8、反対側どうぞ。もう一度、遠くに伸ばしたいですよね。もう一度どうぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、OK、そのままキープ。それで頭を下に乗せてみてください。待ってみですよね。今はなんかしたい動きはやっぱりはなんか筋膜を使いたいですよね。筋膜、なんか筋膜、これはなんかものが筋肉となんか周りになんかサポートしてるみたいですよね。それはお願いします。ただ寝るじゃなくてお腹はキープ、骨盤前ですよね。それで右の手を前に伸ばして、左の足はちょっと上げて、ちょっと上げてみて、けどのなんかちょっとぐらい、ちょっとぐらい伸ばせるんですよね。息を吸ってどうぞ。右の手は左の足伸ばしましょう。もうちょっとどうぞ。吐いて、もうちょっと遠くに。吐いて、もうちょっとどうぞ。吐いて、最後休む。ちょっと休んでください。もう一度やってみましょう。OK、右の手前、左の足後ろ。どうぞ、息を吸って。
伸ばして自分では本当に特に伸ばしてもうちょっとどうぞ。And吐いてもうちょっと。And 吐いて最後どうぞ。And 下に乗せること。そう。今体どうなっている？私本当に左と右全然違うなってたんですよね。今は反対側に行きましょう。今は左の手は前、右の足をちょっと後ろ上げてみて遠くに伸ばせるんですよね。どうぞ。息を吸って吐きながら遠くに伸ばしてみてください。もう一度深呼吸。ふう。もう一度どうぞ。最後乗せてください。マートに乗せるんですよね。床に乗せる。もう一度どうぞ。おっ、okay、まだ耳から出たんですよね。もう一度どうぞ。息を吸って吐きながら遠くに行きましょう。ちょっとだけ、ちょっとだけ左の手、右の足遠くに伸ばしてみてください。もう一度どうぞ。吐いて、もうちょっとどうぞ。吐いて、最後吐いて床に乗せてください。今は左と右大体は同じようになったかどうかなかったら見せてみてください。 OK、 今はちょっと違うの動きですよね。自分できるだけ両足両手はちょっと上に上がる、伸ばせるですよね。どうぞ。頭やっぱり下ですよね。どうぞ息を吸って、両手はちょっと上、両足ちょっと上、伸ばして、吐きながら遠くに伸ばしましょう。深呼吸どうぞ。吐いて、もうちょっとどうぞ。吐いて、もうちょっとどうぞ。吐いて、最後吐きながら下に行きましょう。OK、 どうでしたか。私すごい気持ちいいですね。今ちょっと動き変わりますよ。なんかちゃんと見えるように口にするですよね。そう、それではできるだけなんか右の手は前、それで右の足はクロスにして左は手捕まえるですよね。それで息を吸って吐きながら、なんか右の足は押して上に行く、天井です、行く。それで右の手はなんか捕まえる。それを深呼吸どうぞ。吐いて、もうちょっとどうぞ。吐いて、もうちょっとどうぞ。吐く、最後吐いて下に乗せる。ふう、すごい。息を吸って吐きながら、もう一度どうぞ。同じ動きですよね。足は手を押して、前の手をちょっと上に中捕まえる。どうぞ深呼吸どうぞ。吐いてどうぞ。もう一度吐いて、最後どうぞ。吐きながら、下に行きましょう。OK、 反対側どうぞ。けど試してみてどうですか、感じますか。私はすごい耳の中、右の体は本当に伸ばしていたんですよ。今反対側どうぞ。左の手前、右の手はクロスして、足は捕まえるんですね。息を吸って吐きながら、左の手、左の足、右の手を押して、左の手を上に行く。深呼吸どうぞ。ふう、どうぞ。吐いて、もうちょっと。吐いて、もうちょっと。吐いて、最後息を下に行く。もうちょっとやってみましょう。どうぞ息を吸って吐きながら上に来る。そう、左の手遠くに伸ばして、なんか左の足を押して右の手を上に行けるですね。もうちょっとどうぞ。吐いて、もうちょっと吐いて、したんですよ。OK、 それでレストポジションを願います。 And keep and レストポジションまで行きましょう。深呼吸どうぞ。吐いて、もう一度。吐いて、もうちょっとどうぞ。吐いて、最後どうぞ。背中は背骨を押す、上に上がりましょう。どうですか皆さん。それで私たちはちょっと四つん這いになってほしいですよね。四つん這いになるともっと肩をストレッチさせるんですよね。四つん這いになった時に右の、手下に行く、その形クックそう見る。それで休んでください。深呼吸だけどうぞやってみましょう。吐いて、もうちょっとどうぞ。吐く、最後だぞ。ご反対側に行きましょう。ちょっと上に上がった時に反対側に行きましょう。深呼吸どうぞ。吐いて、すごくいいストレッチ方。なんか本当に全身の体がストレッチするですよね。残してる。吐いて、もうちょっとどうぞ。
吐いて、最後どうぞ吐いて。OK。上見たらもうちょっとストレッチ。遠くに伸ばしてから。それでお腹すぐにプッシュ。ちょっと上に上がる。上がることですよね。はい、今立ってみてください。どう？体どうなりましたか？見てくれてありがとうございました。ありがとう。はい、もうちょっとはロールダウンしましょう。一回だけ。変わった体はどうなりましたか？それで息を吸って吐きながら胸を見て、胸を超えるお腹を見る下に行きましょうですよね。それで両膝を柔らかくして、息を吸ってお腹を背骨にプッシュ、上に上がりましょう、上がりましょう、上がりましょう。本当にありがとうございました。見てくれて嬉しいですよ。今日はちょっと遅くなって、本当には車が多い、東京すみません、休みではなかった、心配くれてありがとう、すみません。じゃあまだ明日7時始まります。よろしくお願いします。自分の体大事にしててください。愛を乗せて動かしましょうですよね。優しくゆっくり楽しく、体はすごくこれは大事、この気持ち。OK、 じゃあまた明日、バイバイ。ハットありがとう。